アンチドーピング仲裁編第7回制裁を始めます。この回では制裁のうち汚染製品、レクリエーション競技者、要保護者 10.6.1 項を超える軽減という4つの問題を扱います。私は担当いたします浜本翔太郎と申します。京都大学に勤めております。私の経歴等につきましてはこのスライドをご覧いただければ幸いです。さて、今回の研修シリーズにおいては制裁を扱う回が5回あります。今回は全体の7回目、そして制裁の3回目となります。制裁に関する内容の全体像は現在ご覧いただいている通りです。すでにこの最初の方については学んでおられることと思います。今回はこの黄色でハイライトした部分について学ぶこととなります。今回扱う事項につきましてはこの4つに分けてお話ししていくことといたします。まずは汚染製品からです。汚染製品はこのように定義されています。すなわち製品ラベルまたは合理的なインターネット上の検索により入手可能な情報において開示されていない禁止物質を含む製品です。スライドで禁止物質という字が車体で記されていますが、これはすなわちこの禁止物質という用語もこの規則の中で別途定義されているということを示します。禁止物質についてはすでに学んでおられることと思いますが、必要であれば改めてご確認ください。下に世界アンチドーピング規定における定義を示していますが、日本アンチドーピング規定が世界アンチドーピング規定に準拠していることがお分かりいただけると思います。この汚染 contaminated という表現に現れていますように、これは本来当該製品に含まれていないはずの物質が含まれている場合を示します。典型的にはサプリメントの製造工場において、その工場で複数の製品を作っているがために他の製品に含まれる物質が機械に付着するなどの理由で別の製品に紛れ込んでしまうという場合です。この汚染製品という用語がわざわざ定義されているのは、それについて特段のルールが定められているからです。次のスライドをご覧ください。日本アンチドーピング規定の 10.6.1.2 項に汚染製品に関する規則が定められています。それによりますと、競技者またはその他の人が重大な過誤または過失がないことを立証できる場合において、検出された禁止物質、乱用物質を除くが汚染製品に由来したときには、資格停止期間は競技者またはその他の人の過誤の程度により最短で資格停止期間を伴わない欠席とし、最長で2年間の資格停止期間とするものとするということです。下に念のため世界アンチドーピング規定の条項を置いております。ご覧いただければ幸いです。この規則は2015年版の世界アンチドーピング規定において初めて導入されました。その前の2009年版の世界アンチドーピング規定では、特定物質の場合、重大な過誤または過失がない場合には制裁が欠席で済む可能性がありました。つまり資格停止処分が下されない可能性は認められていました。これは現在の日本アンチドーピング規定で言えば 10.6.1.1 に類似する条項です。ところが特定物質ではない禁止物質の場合は、制裁が軽減されたとしても一定期間の資格停止は避けられないという内容の規定ぶりになっていました。このように特定物質とそうでない禁止物質とについて異なる扱いをするのはそれなりに理由のあるところで、このことについてはすでにこの研修シリーズの中で学んでおられることと思います。一般論としてはそれでいいのですけれども、しかしここで扱うような汚染製品の場合に、特定物質と非特定物質について違いを設けることは適切かということに疑問が生じます。先ほども説明しましたように、本来入っていないはずの物質が入ってしまっているという状況ですので、その場合に特定物質と非特定物質とについて違いを設ける意味があるのか
という疑問が生じるわけです。実際のところ、サプリメントに起因するアンチドーピング規則の違反については、2009年規定の下ではかなり大きな混乱が見られました。その点については、スライドに示している研究報告書が日本スポーツ仲裁機構 JSAA ですね。その日本スポーツ仲裁機構のウェブサイト上に公表されていますので、ぜひご覧ください。ただし、その研究の日付からも分かりますように、この研究が発表された当時の規則、すなわち2009年版世界アンチドーピング規定の下での議論ですので、現在そのまま通用する議論ではないことにはご注意ください。このように、ドーピング問題を扱った研究を参照する場合には、それがいつ書かれたものであり、どの版の規定、例えば2009年版、2015年版、2021年版というように、どの規定に基づくものであるのかということに常に注意しておく必要があります。それはともかくとしまして、このような事情から2015年版の世界アンチドーピング規定では、このような規則が導入され、特定物質でない禁止物質についても検疫で済む可能性が導入されたわけです。ただし、乱用物質はここに含まれていないことには注意が必要であります。それではこの規則に基づいて具体的にどのような判断が示されているかを見てみましょう。今ご覧いただいているのは2017年に示された日本スポーツ仲裁機構における仲裁判断の一つです。この事例ではまず申立人の体内から禁止物質が検出されました。その禁止物質は特定物質ではないものでありました。申立人はその禁止物質は自分が摂取したサプリメントに含まれており、そのサプリメントが汚染製品であることについては、非申立人である日本アンチドーピング機構 JADA も争っていませんでした。そこで先ほど示しました規則に基づいて、重大な過誤または過失がなかったかどうかが主要な争点となりました。これについて仲裁パネルは重大な過誤または過失がなかったとの判断を示しました。その理由として申立人が当該サプリメントのパッケージ及びインターネット上の製造会社のウェブサイトで当該サプリメントに禁止物質が含まれていないことを確認していたこと、また事前にネットで調査をして当該サプリメントを摂取してドーピング違反に問われた事例がそれまでになかったことを確認していたこと、そして申立人が当該サプリメントを摂取してドーピング検査を受けたことがすでにあってその際には禁止物質は検出されなかったことが挙げられました。その結果現在の 10.6.1.2 個先ほど見ていただいた条項ですがこれに相当する条項に基づいて資格停止期間は4ヶ月という結論が示されています。もう一つの事例を見てみましょう。こちらの方は仲裁判断ではなくてその前の段階の日本アンチドーピング規律パネルによる判断です。こちらの事例においても競技者の体内から禁止物質が検出されしかもそれは特定物質ではありませんでした。そしてこちらでもまた当該禁止物質が当該競技者が摂取したサプリメントに含まれており、そのサプリメントが汚染製品であることについて争いはありませんでした。したがって、やはりこの場合でも重大な過誤または過失がなかったかどうかが重大な争点となりました。規律パネルは過誤過失があったことは認めています。例えば当該競技者はこのサプリメントを用いることに問題がないかどうかについて兄弟には相談していたようですが医師、薬剤師などの中立的な専門家には相談していませんでした。また市販はされておらずトップアスリートにのみ直接販売されていたサプリメントであってその競技者にしてみればそうであるがゆえに信用したというところもあったようですけれども規律パネルとしては、逆にですね、そうではない、そうであるがゆえに十分なデータがない、つまりトップアスリートにのみ販売されているために十分な数がなく、十分な集合値、データが揃っていないということで、過誤過失を指摘いたしました。他方、問題のサプリメントのパッケージや、
製造会社のウェブサイトを見て禁止物質が当該サプリメントに含まれていないことは確認していたことなどを考慮して、過誤過失はあったものの重大とまでは言えないとして資格停止期間を5ヶ月としました。この規律パネルの判断はその後仲裁に持ち込まれて、そこで資格停止期間が4ヶ月に軽減されています。この結果自体は日本アンチドーピング機構のウェブサイトで公表されていますが、仲裁判断の内容は少なくとも2021年3月現在では公表されておりません。したがって詳しい内容についてはわからないのですけれども、議論された要素はおそらく同じようなものであったと思われます。さて、それでは2番目の問題、レクリエーション競技者に移ることといたします。レクリエーションとしてスポーツを楽しむ人々にアンチドーピング規則を適用すべきかどうかについては様々な意見があります。適用すべきだという立場からは、今この時点ではその人は趣味レベルで楽しんでいるだけかもしれないけれども、いずれハイレベルになっていくかもしれないということが言われることもあります。またスポーツの精神という観点からは、ハイレベルかレクリエーションレベルかは関係がない、あるいは心身への安全の配慮という観点からも、レクリエーションレベルだから安全だということはできず、やはりアンチドーピング規則を適用すべきだと主張されることになります。他方でレクリエーションレベルにアンチドーピング規則を適用する必要はないという意見もあります。趣味でスポーツをやっている人々にアンチドーピング規則の正確な理解を求めるのは非現実的だと指摘されるわけです。実際のところ私たちも今こうやってアンチドーピング規則について勉強をしなければならないわけでして、趣味でスポーツをしている人々に、まあ、一応の程度であったとしてもアンチドーピングの規則の理解を求めるのはそもそも無理だという意見です。また趣味レベルでスポーツをしている人たちによるドーピングの社会的影響は低いのであって、あえて問題視する必要はないという意見もあります。それと似たような意見ですが、ドーピング検査にせよ、アンチドーピング教育にせよ、いろいろと人的、金銭的資源が必要であって、どうせなら制約のある資源を効率的に使うべきであって、あえてレクリエーションレベルにその資源を割り当てる必要はないと言われることもあります。この問題について、これまでのところ、世界アンチドーピング規定はご覧のような形で規定を置いていました。例えば、低いレベルでとかレクリエーションレベルでとかいう表現が使われてきているわけです。そしてこれらの競技者についてはそもそもアンチドーピング規則を適用するかどうか、そのこと自体について各国のアンチドーピング機関、日本であれば日本アンチドーピング機構ですけれども、その機関に裁量を与えていました。そして2021年世界アンチドーピング規定で詳しい規則を置くことになり、日本アンチドーピング規定もそれに対応して新たな規則を置くことになっています。現在の規定における定義はご覧の通りです。レクリエーション競技者とは、該当する国内アンチドーピング機関によりレクリエーション競技者として定義される自然人を言うと。日本においてレクリエーション競技者は本規定の序論に定める通り規定されているということですので、序論を見ますと、レクリエーションレベルにおいて競技するとジャダが認める競技者、すなわち競技者のうちアンチドーピング規則違反を行う前の5年間以内に以下のいずれにも該当したことのない競技者として、その以下のいずれにもが3つありまして、第1に国際レベルの競技者、第2に国内レベルの競技者、第3にオープンカテゴリーで国際競技大会においていずれかの国を代表した人、国際競技連盟もしくは国内アンチドーピング機関により維持された登録検査対象者リスト、もしくは他の居場所情報リストに含まれた人というふうになっております。このように JADA が決めることができるという規定ぶりなわけですが、これは JADA が恣意的にそのようにしているのではなくて、先ほどまでに見てきましたように世界アンチドーピング規定で各国のアンチドーピング機関にそのような裁量を与えているからです。なお、この3番目にありますオープンカテゴリーというのにつきましては、定義のところに説明があります。前のスライドに示している通りですのでご覧ください。そしてオープンカテゴリーだけではなくて、国際レベルの競技者
国内レベルの競技者についてももちろん定義されています。スライドをご覧ください。日本アンチドーピング規定の序論の本規定の適用範囲のところにこの定義があります。そしてこのレクリエーション競技者については特別の規定が定められています。乱用物質に関連しないアンチドーピング規則違反が要保護者またはレクリエーション競技者により行われた場合であって、要保護者またはレクリエーション競技者が重大な過誤または過失がないことを立証することができたときは、資格停止期間は要保護者またはレクリエーション競技者の過誤の程度により最短で資格停止期間を伴わない欠席とし、最長で2年間とするというものです。レクリエーション競技者についてそもそも規律すべきかどうかという議論があるということを先ほど申し上げました。そのような議論を受けて現時点ではここが落としどころだと考えられているわけです。もちろんこの規定は将来変わっていく可能性はありますけれども、現時点での規則はこのようになっています。そして今ご覧いただいている規則の中に要保護者という言葉が出てまいりますが、これについては後ほど説明することにいたします。関連する規定としてもう一つ重要な規定があります。制裁についてではなくて手続きについてです。日本アンチドーピング規定の 14.3 項に制裁等に関する情報を一般に開示すべしという規定があります。その開示の例外規定として 14.3.5 項に以下のような定めが置かれています。義務的な一般開示はアンチドーピング規則違反を行ったと判断された競技者またはその他の人が18歳未満の者、要保護者またはレクリエーション競技者の場合には要請されないものとする。18歳未満の者、要保護者またはレクリエーション競技者に関する事案における任意的な一般開示は当該事案の事実及び状況に釣り合うものとする。これもレクリエーション競技者にアンチドーピング規則を適用すべきか、適用すべきとしてどの程度適用すべきかという議論の結果得られたものであります。この開示については次の要保護者のところで詳しく扱うことにいたします。さてその要保護者ですが、要保護者とは次のように定義されています。要保護者、英語で言えば Protected Persons ですが、これはアンチドーピング規則違反の時点において以下に該当する競技者またはその他の自然人を言う。これにもカテゴリーが3つありまして、第1に16歳に達していないもの、第2に18歳に達しておらず登録検査対象者リストに含まれておらずオープンカテゴリーで国際競技大会において競技したことのないもの、または年齢以外の理由で該当する国の法律に従い法的な能力が十分でないと判断されたものです。そしてこれにはさらに詳しい解説が定義の箇所に置かれています。それを見ますと、本規定は以下の理解に基づき保護された人を特定の状況において他の競技者またはその他の人とは異なる扱いをしている、特定の年齢または知的能力 intellectual capacity を下回る場合には競技者またはその他の人は本規定に含まれる行動禁止を理解し評価する精神的能力 mental capacity を有しない可能性がある。これは例えば知的障害を理由として法的な能力 legal capacity が十分でないことが確認されたパラリンピックの競技者を含むとされております。この要保護者に適用される規則は先ほどレクリエーション競技者について説明したものと同じです。つまり制裁につき重大な過誤または過失がないことを立証できれば欠席で済む可能性があります。また開示についても同様であります。従来は今ご覧いただいているように規定されていました。要保護者という言葉は使われておらず未成年者について規定されていたわけです。2003年の段階では本人について制裁を軽減するかどうかではなくサポートスタッフに過重的な制裁をするかどうかの規定が置かれ、その後過誤の判断にあたり未成年であることを考慮すると定められるようになってきています。そして2021年版からはかなり詳しい規定になっています。年齢の数値が明示されるようになり、しかも16歳18歳と2段階に分かれて、加えて法的能力を基準とすることも明示されています。
ではなぜ新たにこのような規則が置かれるようになったのか。それはやや複雑な経緯をたどっています。先ほどレクリエーション競技者について説明した際、開示の問題については後ほど要保護者の議論をする際に触れると申し上げましたが、それがここで関係してまいります。まず世界アンチドーピング規定の改正と同時に改正が議論された国際基準の一つである結果管理に関する国際基準の改正過程を見てみますと、そこにこのような資料を見つけることができます。今見ていただいている Summary of Key Topics Being Addressed in the New ISRM というものです。そこに競技者や他の人が公開審理を受ける権利については CAS、スポーツ仲裁裁判所ですね、この CAS がこの点について採用した制度を反映させていると書かれています。そこで CAS の制度がどうなっているかというのを見てみますと、これが2019年に変更を受けています。以下の規則が加えられています。基本的に審理は公開とすること、しかし例外が認められていて、その例外というのは公序良俗や国家安全保障に反する場合に加えて、未成年者の利益や紛争当事者の私生活の保護の観点から非公開とすることが求められる場合というものがあります。で、なぜではこのような追加が CAS によってなされたのか、しかもそれが2019年になされたのはなぜか、そのことについては CAS 自身によって次のように説明されています。つまりこの問題については最近ヨーロッパ人権裁判所で判決が出て、その判決内容をここに反映させているというわけです。その判決とはペヒシュタイン・ムツ事件という極めて著名な事件で、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ここでこの事件に深く立ち入ることはいたしませんが、なぜヨーロッパ人権裁判所が出てくるのかということについては簡単に触れておく必要があると思います。この問題はすでに別の研修シリーズである国際スポーツ仲裁編スポーツ仲裁裁判所とはという回で扱ったものですが、ごく簡単に触れておくならば、 CAS の仲裁地は常にスイスのローザンヌと定められていますので、CAS の仲裁判断はスイス連邦裁判所による取り消しの対象となります。スイス連邦裁判所はもちろんスイスの国家機関ですので、その行動は国家の行動であって、したがってヨーロッパ人権条約の規律対象となります。であるがゆえにヨーロッパ人権裁判所による審査の対象ともなります。ですのでヨーロッパ人権条約が定める人権水準を満たさない仲裁判断をスイス連邦裁判所が取り消さないと、そのことによってスイスのヨーロッパ人権条約違反が問われる可能性が出てくるわけです。そこでヨーロッパ人権条約の基準を取り入れて、先ほどのスライドで見たような規則が新たに導入されたわけです。それでは最後のテーマであります 10.6.1 項を超える軽減について扱うことといたします。ここで関係してきますのは 10.6.2 項です。次のように定めています。やや長い条文ですが、競技者またはその他の人が第 10.6.1 項が適用されない個別の事案において自らが重大な過誤または過失がないことを立証した場合には、立証がなかった場合に適用されたであろう資格停止期間は第 10.7 項に該当した場合のさらなる短縮または取り消しに加え、競技者またはその他の人の過誤の程度により短縮される場合がある。この場合があるというのは may be というふうに表現されております。ただしかかる場合において短縮された後の資格停止期間は、立証がなかった場合に適用されたであろう資格停止期間の2分の1を下回ってはならない。別段適用されたであろう資格停止期間が永久にわたる場合には、本項に基づく短縮された後の資格停止期間は8年を下回ってはならないという規定です。この規定が置かれているのは、いわゆる比例性原理、プロポーショナリティですね、比例性原理と関係してきます。この点で非常に有名な事件はプエルタ事件というものです。プエルタというのはテニスの選手で、
2005年のテニスの全仏大会ホロンギャロスですね。ここにおいて決勝でナダルに負けてしまいます。そしてその後ドーピング検体検査を受けたところ禁止物質が検出されます。プエルタはこの2005年の前の2003年に別のドーピング違反で制裁を科されていました。ただしそれは喘息発作の際に用いた薬に起因するもので、当時適用されていた規則の下で故意によるものではなく競技能力の向上もなかったと判断されて9ヶ月の資格停止処分にとどまっていました。さて2005年のホロンギャロスにおける違反というのは次のような事情によるものであることが証明されました。先ほど申し上げました決勝戦の当日、昼食の後プエルタはカフェテリアで自らの配偶者その他の人たちと会い、その後試合準備のため更衣室に向かいました。その時に配偶者はプエルタが座っていたところに席を移して、プエルタが使っていたコップに水を入れて自分が飲む薬をそこに混ぜて飲みました。その後配偶者はお手洗いに行くために席を立っています。でその席を配偶者が席を立っていた時に試合開始が少し遅れることになったためにプエルタがカフェテリアに戻ってきました。そして自分が持っているボトルからそのコップに水を入れて水を飲みました。その際に禁止物質が体内に入ってしまったというわけです。このことが証明されています。でこの場合制裁自体を避けることはできません。しかも2回目の制裁ということになります。2003年にすでに一度制裁を受けていますので、これが2回目の制裁ということになります。この当時の規則ではこの場合には資格停止8年という制裁が科されることになっていました。この問題は CAS で審理されることになり、仲裁庭は8年というのはいかにもこの事件においては重すぎる、正義あるいは比例性原理を考慮すると2年が適切であると判断して2年という結論を導いたわけですけれども、これはある意味で超法規的な判断ということもできます。でこの事件におきまして8年という制裁期間は確かにいくらなんでも重すぎる、したがって軽減させるという判断自体は一般に批判を受けていません。ただこのような形で超法規的な判断を許してしまうとアンチドーピング規則の存在そのものが問題視されるようになりかねません。そこで柔軟性を認めつつ恣意性を排除する必要があります。そのために置かれてきているのがこの規定であって、資格停止期間を短縮する場合であっても2分の1本来永久資格停止となる場合には8年を限界としているわけであります。これで本日扱うべき4つのテーマについての研修を終わることになります。お疲れ様でした。以上です。